変わってるって思われがちなんですけど、私普通の女の子なんですよ。もっといろんな私を見てほしいなって思います。アイドルの私、ちょっと抜けてるドジな私、ウサギみたいに寂しがり屋でいつも誰かと遊んでもらいたがってる私、でも普通に可愛いものも好きで、最近ハマっているのはジャムの瓶とビー玉を集めることです。変なこともよく妄想しちゃいます。私がたくさんいたらいいなとか、巨大化しちゃったら面白いなとか。特技は全然普通なんですけど、夢を操れることかな。自分の見たい夢を見ることができるんです。だから今とっても楽しいです。いつもは一つしか見えない色もここだったら全部見える。重なり合ってるんですよ。それってどういうこと？ん？あれ？だからレイヤーを2つ作ったんです。今見えてる世界が赤だとすると、私たちが普段いる世界が黄色で、もう一つが青ってことは、黄色と青を混ぜれば赤になるから赤の勝ち。今日は全部私の思い通りです。あ、この方法秘密ですよ。夢を操れない人って多いじゃないですか。ねえ、何言ってるかわかる？いや、全然。あれ、ひょっとしてディレクターさんも操れないタイプの人ですか？そっか、残念だな。やっぱりウサギはウサギ、寂しいまま、いつもそう。今日遊べるって思っても結局誰も遊んでくれない。ピョンピョンって飛び跳ねてるだけで、かわいそうなウサギさん。一回カメラ止める？寂しがり屋のウサギさんは誰かに会いに来てほしいんです。そうだ、一緒に心理テストをして遊びましょう。とてもかわいそうなウサギさんがいました。ウサギ小屋でいつも一人で暮らしていました。誰も会いに来てはくれませんでした。でもある日、ウサギさんは気づいたんです。ウサギ小屋の外には広い世界があることに。さあ、ここでクイズです。この後このウサギさんはどうなったでしょうか。 A、 外の世界を思って寂しくて泣いてしまった。 B、 肉体を脱いでこの世界と一つになった。さあ、どっち？早く答えないとあなたもこの世界と一つになってしまいますよ。どうしますか？ A と B、 どっちにしますか？何度も来てくれてありがとうございます。こっちよ、こっち。こんな時でも空は綺麗なんだね。あなたは名前なんて意味をなさない。この世界も間もなく飲み込まれてしまうから。
たたちが生きるこの世界は平行宇宙のどこかに眠る森本マリーが見てる夢なの。マリーの心にバグが生じると世界の均衡を保つためにエージェントたちが現れる。この世界もう長くは持たない。これを。これは？マリーのソウルポット。この中が愛で満たされた時に本当のマリーは目覚めてこの世界を元通りになる。どうすればいいの？マリーを愛して安心して目覚められるほどに。それができるのはあなたたちしか。もう大丈夫ですか？あれ他に何か質問はありませんか？いや、OK。はい、OK、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何だったんだ。待ってましたよ。君たちがこの動画を見てるっていうことは、彼女もまた失敗してしまったんだろう。今度は君の番だ。どうかこの世界のために立ち上がってほしい。マリーに愛を。愛を。もっともっともりもっと幸せもっともりもっと。皆さんこんにちは、日向坂46の森本マリーです。私に愛を届ける方法教えちゃいますね。それはフォーチュンミーツアプリをダウンロード。もっともっともりもっと幸せもっともりもっと。オンラインミートアンドグリッドで私に愛を届けて。